そうですね、すごく大事な分野だと思うんですが、私の個人的なバックグラウンドから申し上げれば、私は九州の大分の出身なんですが、ここの大分県人会というのはなかなかそんなに人数は多くなくて、その県人会も全部で42かそこらあるんですよね。で、県人会も実は今いろんな方に話聞くと曲がり角にあるということは聞くんですね。その趣旨は何かということですが、それは今おっしゃられたことにも関係するんですが、その県人会がそもそも生まれたのは当然一世という一世の移民の方々が、まあ、ハワイからカリフォルニアに、あるいは日本からカリフォルニアに来られたのはおそらく19世紀の後半ですね。それから20世紀の初めと。で、その頃、まあ、大変なご苦労をしてここに来て、で、まあ、相当な人が農業あるいは漁業といった、あるいは庭園業といったところから生計を立てる努力をして、で、家族を持たれ、子供を産み育て、で、2世が生まれ3世とずっとこう来るわけだけれども、その時に県人会が果たした役割というのは当然やはり相互扶助組織ですよね。それぞれ、出身の県から来た人がやはり同じ故郷を共有するということで、方言なんかも一緒だっただろうし、その生活習慣もやっぱり県によっては違うわけですよね。で、そういう意味で例えば今でも活発な沖縄県の方だとか、あるいは長野県とか福岡も鹿児島和歌山とか非常に皆さん活発ですよね。ただそういう活発な県人会にしても今はそういう一世の方はほとんどもうおられないですよね。戦前からの一世はね。で、二世と言われる人たちが今80代でしょうね、あるいは後半だったり、いわゆる戦中派ですよね。で、三世の方々が今50代40から50代でしょう。さらにお子さんが今高校生とか4世あるいは5世もいるかもしれないけど、そうすると県人会の直面している問題というのは二世三世の人たちが県人会に何を求めていくかと、県人会のメリットは何かというところで問い直している問いかけをする時期が来てますよね。で、そこで大事なことはよく議論するんですが、県人会の方々も少し未来志向的にね、もうその相互の助け合いということよりは、おそらく3世4世にとってみたら、やはりや自分のお父さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんお母さん、そういったその祖先というか、その先祖のは日本から来たんだと。で、自分の中にも日本人の血が流れてるよねと。そうしたらそういう自分のそういうルーツをやっぱり大事にして、そういうやっぱりそういう文化だとか日本語というものをやっぱりこれからも大事にしていく意味があるんじゃないかなと。それはアメリカ移民の国ですから、みんなそういうある程度そういうことをしているわけでしょう。だから3世4世の人たちもそういう方向に少し目をもう一回そういう目で日本を見直して、日本語をじゃあ学んでいこうかと、日本語を勉強してみようかというように、その例えば県人会の活動もですねやっていくというのは大事だろうなという話をしています。だからそういう面で県人会の人たちはいろんなファンドレイジングをしたら、それを今度は奨学金にしてね、日本舞踊を勉強する、剣道を勉強、柔道を勉強する、そういう人たちに奨学金を出すというようなことでね、で、県人会が新しくこう新しい方向にねラップしていくというようなことを私どももサポートしているということですね。そうですね、特にこちらに来て、感じていることは、皆さんも留学生の人もみんな感じていると思いますが、そのアメリカという社会が、特にカリフォルニアもそうだと思いますけれども、非常に、いろんな意味で多様性に基づく社会だということだと思いますね。だから大学で勉強するに際しても、あるいはロスで生活をしていく上でも、日本における状況とはかなり違うその条件の中で勉学に勤しまなければならないというか、そういうことがあると思うんですね。もう端的な例が、とにかくエスニシティが非常に多様であると。で、周りを見たらアジア太平洋からも留学生が来てるでしょう。韓国系、中国系、インド系、フィリピン系、もうベトナム系、ありとあらゆるところから、加えてもちろん他の地域からも、で、日系の人がいる、日本人の学生がいると。
でみんな異なるバックグラウンドで持ってきて、みんな異なる文化あるいは宗教と言葉という中で、そういう人たちがここで切磋琢磨してアメリカで勉強するということは、非常にその意識するしないにかかわらず、そういう多様性の中で己を磨かなきゃいけないという状況にあると思うんですね。だからそれは私はぜひその非常に前向きに捉えて、その多様性の中で己を磨くということは、当然まず自分をしっかり自分本位で自分をしっかり持たなきゃいけないですね。自分をしっかり持てば、異なる他者をまさに背景の違う、宗教も違う、言葉も違う、バックグラウンドも違う地域から来た、学友というか仲間に対して、仲間をね、対等のパートナーとしてというか、認める、尊敬するというか、そういうその自分も認めてもらうけれども相手他者も認めるという、そういう違いを前提として、その切磋琢磨するということが、ことをやっぱり身につけてほしいなと。それはさらに言い換えれば、多様性といったら必ずそれと対になる考え方っていうのは、私は寛容っていうことだと思いますね。ダイバーシティっていうことはトラランスということと密接不可分だと思うんですよね。でこの2つを受け入れる、この2つを自分の生き方の中でね、その大事にして いければ世界中どこに行ってもね、私は成功する必要条件は身につけてると思いますよ。もちろんそれぞれ自分、皆さんが勉強する分野でやっぱしっかり勉強しなきゃいけないでしょうね。それぞれのディスプリンについて、経済学であれ、ビジネスアドミニストレーションであれ、あるいは国際政治であれね、あるいは文化人類学であれ、歴史であれね、もうしっかり勉強しなきゃいけない、それはもう当然ですね。ただくどいようですけれども、そういう中でこので学べることというのは、多様性と寛容というところを身につけていくことがとても大事なんじゃないかなと。なぜそういうことをくどく言うかというと、日本ではなかなかそういう条件がないからですよね。我々生まれ育ってから目も黒い、髪の毛も黒いで、大体右左を見ても同じような人とずっと小さい頃から同じ学校小中高大学社会人になってね、でもちろん最近は日本も国際化したって言われるけれども、やっぱり全然アメリカに来てそこは違うということが来ればすぐ分かりますよね。だそういう中で今度は日本に、それはもうちょっと多様性とか寛容ということを、またさらに言えば開かれたシステムじゃなくてはでしょうね。だから日本という社会にも帰ったら、皆さんがやっぱり開かれたそういう社会にしていくというためのやっぱり先兵として、若い皆さんがそういうのを率先してそういう社会に変えていく、そういうそのエネルギーをここで蓄えて、帰ってほしいなと、そういうふうに思いますね。